こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の4月の18日を3時間ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は117円ということでね、またちょっと下がってきてるんですけど、ここ見てわかるようにちょっとね、ここにいたんだけど見えなくなって、で今ここに戻してるという感じなんですよね。はい、これチャート15分足だったんですけど、お昼過ぎぐらいから下がって、これが117円からガーンと111円まで下がって、で今戻していると、1日かけて戻したということですよね。はい、でその前昨日確か119円ぐらいでね、確かお伝えしてたと思うんです。はい、でそこからさらに落ちて戻したと。でこの戻し具合が、いろんな仮想通貨によって違うんですよね。落ちる前よりも上がってるところもあるし、体のね、まだ、そこにまだ戻してもいないということです。はい、もうちょっとこんな感じかな。はい、でここでずっとね、三角保ち合いみたいな感じに来ていて、どっちに抜けるかなと思ったら下に抜けたんですね。そうすると普通に考えて今戻しているので、こういうふうにいっちゃいそうな感じがしてます。はい、日足で見るとこんな感じですね。ここがどういうふうに見るか、こう落ちてまたこう下をね一旦越えて戻しているから、そこでこのヒゲで上がっていくのか、一応このねサポートラインを超えちゃったので、一回戻したとしても下にもうねどんどん行くんだという形なのかもしれませんがね。はい、ここの大きなトレンドがねまだ崩れてないという話に結果的になってしまうのかもしれないですね。はい、ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、渡辺壮太さん、母校である慶応義塾大学で Web3 の授業をしてきました。教室満席でオンラインも入れると400人以上参加してもらったみたいです。日本の Web3 盛り上がっているみたいでよかったですということでね。はい、すごい学生ですよね。こういう一流の大学でこう一流の学生がもうブロックチェーンだとかパブリックチェーンだという認識をもう持って社会に出るということでね、非常に素晴らしいなと思いますし、この方も今一時的に日本にいるだけだと思うので、その中でねこうやって活躍していただけるのはいいかなと思います。ただこの方ね、カルドノに触れることはまずないので、ちょっとそこがね残念なんですけど、パブリックチェーン推しっていうのは我々と変わらないんで、頑張ってくれればいいなと思います。はい、星さん、アスターの渡辺壮太氏の談話が自民党の機関紙に載っている。背景は自民党が Web3 や NFT の推進を政策課題として取り上げようとしていること、具体的には税制含む規制緩和と産業振興と。はい、これ自民党の機関紙のウェブサイトかな。はい、12日だったし、ちょっと前回もちらっと、ちょっとご覧にいただいたような気がします。はい、河野さんと、平さんかな。はい、ということで、この方たちは、与党ですし、理解してもらえるといいかなと思います。はい、ただ今日フォーカスしたいのは渡辺壮太さんではなくてこの方なんですね。はい、ユーニャさん、なんと CNFT フェスティバルにカルダノで昨日ローンチ発表された、音道場ノードが、参加決定と。日本のコミュニティの方、ぜひ彼らのプロフィールチェックしてみてください。ここにね、リアルリュウ後藤さんがやられているプロジェクトですということで、これでピンとくる方がねどれくらいいらっしゃるかわかんないですけど、ちょっとこれ見てみますね。はい、こちらがその音道場さんのホームページなんですけど、こちら音道場さんがね2人でやられてるみたいです。クリエイターということで、この音道場さんアーティストコーファウンダーということですね。ちょっと私この方ね、ちょっと存じ上げませんが、こちらの下の方、はい、この方が、後藤龍さんですね。でこちらを見るとプレイヤーエンタなんとかなく NT スペースずっと来て、要は何を言いたいかというと、どっかに書いてあると思いますけど、バイオリニストなんですね。はい、で、ここにサントリーホールとかカネギーホールとかでやってましたよみたいな話、でここですよ。で He joined the カルダノ NFT スペース、2021年にもうカルダノの NFT に、取り掛かったと。で彼が、ファームビリーバーインカルダノズビジョンサステナビリティと、カルダノのサステナビリティのビジョンに非常に、傾倒しているという感じですかね。でさらに NFT のパラダイムシフトと。でそれがアーティスト、いろんなアーティストに、権利を取り戻すというか、今
その NFT が言われているように、そのいろんなアーティストが NFT でね、その、まあ、商売できるという、まあ、ぶっちゃけるとそういう形でしょうね。はい、でさらに、まあ、彼はそのバイオリンだけじゃなくて、クリプトに詳しいし物理学者だし、なんだろう、空手の黒帯も持ってるし、持っててアメリカの代表でコンペティションに競技に出てるということで、まあ、アメリカベースでもう NFT もやられてるということなんですね。はい、まあ、後藤みどりさんの弟っていうことでね、あのもう若くして神童だということで言われていた後藤みどりさんが大きくなった時に、後藤龍さんも確か弟さんとしてあのまた素晴らしいぞって言われてたぐらいの認識しかちょっとなかったんですけど、はい、もうこんなあの活躍されて、さらに CNFT でね、もうこんなにもう去年から活動されてるということだったので、ちょっと私びっくりしたし、あのこの CNFT のねユニアさんのところに、一緒に活動するということになったので、非常になんか嬉しいなと思ってます。はい、ちなみにゴッドミドリさんはこんな方ですね。はい、まあ私も別にクラシックそんなに詳しくないんだけど、やっぱりこういう、これ小学生ぐらいですよね、おそらくこれくらいの時にもうすごいあの騒がれてたというぐらいですね、なの感じですけど、はい、すごいなと。はい、でこちらの方も音楽とか、アート系の、アーティストということですし、こちらもまたね、あのアメリカの化学科なんかで博士になっていて、で黒帯だと、空手の黒帯かな、柔道かな、かっていうことで、本当にすごい才能のね、持ち主が2人チームを組んで CNFT でもうすでに活躍をされているということですね。はい、素晴らしいです。はい、でその音道場ノードさんですね。はい、こういうアカウント名でやられてるみたいですけど、5月7日から8日に、こちらの、あ、これはユーニャさんのアカウントかな、はい、CNFTs コミュニティ主催の CNFT フェスティバルのエンディングカンファレンスでプレゼンさせていただきます。この会議は日本と西洋のカルトの業界の縁を深めるとの交流イベントですということですね。はい、まあ、今のお二人はおそらく海外を起点にされているでしょうから、まあ、海外のね、コミュニティのつながりが多いということで、あのユーネさんが日本と海外をつなげるということで、まさにね、あの日本と、海外をもうまさにつなげている人たちもここに入ってきて盛り上げてくれているということですね。はい、でまあ私自身の面からいくと、さらにねそこがユーネさんはじめそういう方々が、エキスポにもねちょっと、盛り上げてくれてる形になって、非常にねあのつながりできて嬉しいなと思います。はい、そしてシンギュラリーネットから、そうです、スケーラビリティのためのハイドラヘッズ、検証可能な安全なブロックチェーンプロトコルのためのウロボロス、継続的なアップグレード改善のためのハードフォークコンビネーターイベント、ハスケル言語に基づいて構築されたプルタス、体のコミュニティに参加するのが待ちきれませんということで、何を言ってるかというと、 ERC20 コンバーターが、機能して、AGI がね、体に来るということですよね。 ERC20 コンバーターが、今日、機能するっていうのがちょっと国によって、この時間ですよっていうのがなんか、出てましたが、あ、こちらですね、愛知さん、 ERC20 メインネットの各国のリリース時間です。数回クリックするだけでイーサリアムトークンを変化できるようになります。安い早いエコの体のプラットフォームは将来の総合運用性の向上とビジネスチャンスを拡大するため強固な基盤を確立しますということで、マルコさんという方が出してくれているのがこの絵です。 ERC20 コンバーターリリースタイムと、はい、かっこいい、世界地図ですけども、ずっと見ていくと、はい、こうやって見るとね日本が極東っていうのがよくわかりますね。はい、東京0000ということで、これはまあ世界時間なんですかね。はい、ということで、まあなってるのかなってないのかちょっと正直わかんないんですけど、はい、またねいろんなツイートが出てくると思うので拾っていきたいと思います。はい、ではね段に戻りまして 118.3 118.4 円ですね。
14,912.9×118.4 で元本が10万円ですので、計算しますと15,9127円のプラスということになりまして、1559% のプラスということですね。はい、ちょっと私ソフトバンクの Wi-Fi を契約しているんですけど、エアーっていうのがソフトバンクエアーってやつで、それがねもう非常に遅くてですね、契約しなきゃよかったと思ってるんですけど、誰かどうすればいいか分かる方いたらお願いします。なんか携帯のギガがなくなって、なんだろう、通信が遅くなった時より遅い状態で Wi-Fi 使ってるんだけど、これ多分普通じゃないですよね。はい、なのでちょっとショックですけど、はい、まあ一応、今日動画撮れてよかったなと思います。はい、遅くまでご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。